小学4年生の時ですかね、鑑賞教室でオーケストラが来たんですよ。それでアフルトいいなと思って、ですから学校周りの体育館の公演は大変大事に思っています。ロック歌手のデビッド・ボウイがブリテンの青少年のための管弦楽入門のナレーションをしているのはとてつもなくかっこよくって、だから日々低い声で喋る練習もしてたんですけどね、この声だとマイク乗りが悪いんで、全く実益の伴わないフルートの改良、アイデアはいっぱいあっても、まあ、金属ですしね丸いんであれ作るのものすごい大変なんで、フルートってこっち側向かって左、体の右側で吹くんですけれども、もう40数年こうやってるとだんだん腹が立ってきてぜひ配信の方でじっくり見ていただけると分かるかなと思います。